野球レース1着になりました松浦選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとスタートを見ながら出てる形になりましたけども、まあ、初手の位置などはありましたかね。まあ、前にか前さんがかったんですけど、まあ、牽制入るぐらいなら前でっていう話はしてたんで、うん、まあいやいやですけど、はい、前からでしたね。でも松浦選手は切って、まあ、その後他のラインも切ったところをすかさず鳥取選手が行きましたけども、あの辺りのかかりっていうのはついていてどうだったでしょうか。まあ、青野くんがかなりペース上げてたんで、ちょっと優吾もきつかったかなと思うんですけど、まあ、なんとか出てくれて、まあ、あとは僕の仕事かなっていう感じでしたね。まあ、松浦選手がまさかあのまくりに来ましたけども、まあ、しっかりと張りながら行きましょう、はい、あの辺りはどうだったですかね。ちょっと難しい判断だなっていうところも。そうですね、もうあのスピードも良かったし、もうとにかく優吾の横であの、まあ、戻れなかったんで、もうあの外差し込みながらずっと外外外っていう感じで走らせてたんですけど、まあ、何回もかわされて、まあ、園田さんも打ち締めてくれてたんで、まあ、なんとかっていう感じでしたけどね。もうちょっとうまくできれば、あの、まあ、もうちょっと、ね、優吾と園田さんは上着取れたかなとは思います。もう最後は、まあ、その張りながらでもしっかりと踏み込んで一着になりましたけども、踏んだ感覚っていうのはどうだったでしょうか。まあ、踏み入れてる感じはありますね。まあ、今回さえは、まあ、今できることをでしっかりとやってっていう形で言ってられましたけども、はい、実際一走してみてご自身の状態っていうのはどうですかね。まあ、万全っていうには程遠いんですけど、まあ、今の状態でしっかりできることをやっていくしかないんで、まあ、その辺はあの自分の脚力と相談しながらこ うまく考えて走りたいなと思ってます。2走目に向けては何か改善点や修正するところはありますでしょうか。まあ、特にないんで、あのしっかり体調整えて頑張ります。わかりました。ではこの後に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、あの優勝できるようにもっともっと応援してください。よろしくお願いします。